こんばんは。イエーイ。こんばんは、ヨーテリナです。ちなみに今日はね、なんとオレンジなんです。珍しくない？私普段ピンクばっかりメイクするんですけど、超絶珍しいオレンジバージョンです。いや、やっほー、こんばんは皆さん。アディダスの靴下オレンジです。もうなかなか、なかなかファンキーですね。ファンキーか知らんけど。ファンキーなのかファンキーじゃないのかって言われたら、もうちょっとわからないですね。どっちですかね。もはやファンキーって何ですかね。あー、地道な走り屋さん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。最近のね、私のアイラインのマイブームは、こうやっていつも通り垂れさすんだけど、ちょっと若干ピョンってするのが最近のマイブームです。今まではこう結構こんな感じだったの、アイラインの引き方。こういう感じ、もう本当にめっちゃ目の形に沿ってこうやって垂らしてたんですけど、最近のマイブームはこうやってそのままこうちょんと、こうチョンってするのが、マイブームです。若干だからそんな垂れ目にしてないがマイブームです。そう、我がマイブームなのでございます。はっはっはっは。60枚目のシングル、ゆりなちゃんも選抜されるといいね。そうだね、いつかね、そうせなればいいかな。まあ夢のまた夢かもね。昨日クマ10個投げられなくて申し訳ない。だって、え、そんなマジで本当に大丈夫ですから、もう本当にガチでマジで。いや、これはなんかその押さないで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 不利とかじゃなくて、もう本当にマジでもう大丈夫、本当に大丈夫、ま、本当に無理しないでくれ。本当にありがとう、ありがとう、いつも投げてくれてありがとうございます。いや本当大丈夫なんで、まあはい、本当に。ピンクに見える？あー、光の加減かもしれない、ワンちゃん。でもこうやってればピンク、オレンジに見えない？オレンジブラウンに見えない？ほらほら、え、ほら
レンジブラウンにオレンジとブラウン混ぜてんないけどな、見えないか。うん、なんだろう、光の加減かな。エイトの日中止には、でも今んとこ今なってるメンバーはエイトの日には間に合うんですよ。8月の頭までなんで、療養が。そうだから一応間に合うんで、もうこれ以上増えなければ、でも増えなければっていうけど、そのエイトの日向けてレッスンがあるんですよ。でレッスンでどれだけ広まるかですね。もうそれがとりあえず怖いかな。オレンジとピンクの中間に見える。ああそう、そっか少し目赤くない。だってうっそ、目赤いかな。そう赤く見える。ほんと大丈夫だけど、まあドライアイだからね、乾燥してんのかもしれん。好きなアニメある？最近は組、ちょっと待って、最近ねめっちゃ見てる、今やってるので、うち漫画読んでてめっちゃ面白い好きなやつがあるのよ。みんなにおすすめするわ。多分見てる人いっぱいいると思う。ちょっと待ってね、とりあえずちょっと待ってくれ。組長娘と世話係ってやつ、これマジでこれ本当に超可愛いの。やいかちゃんがと霧島、そうめっちゃね面白い。私漫画読んでたんだけど、そうアニメ化になってと思って、すごくおすすめです。今なんかお話し会の時にファンの方に、なんか今おすすめのやつあるって言われて、私これ言おうと思ったんだけどタイトル出てこなくて言えなかったので、なんかまあ私俺まで言うわとか言ってたんですけど、これです私が言ってたのは。そう、レッスンで感染者出たらまずい。でも私がコロナになった時レッスンでコロナもらったんで、そうもう30人とかメンバーが集まってて、そうレッスンしてて、ちょうどスタッフさんがコロナになって、それでそれのスタッフさんに会ってたんですよ。私たちレッスン受けてて、それでコロナをもらって発症しちゃったって感じなので、レッスンでもらう確率は大ですね。その去年は私それでもらったので、うん、お買い物行けたんですか？まだスーパー行ってないのこの配信終わったらスーパー行きます。晩ご飯買いに、晩ご飯の材料を買いにスーパーに行きたいと思います。まだ行ってないです。スパファム、スパファムは好きや、面白いよね。スパファム早く続き出てくれんか心配ですね。早く、次いつだっけな、次いつだったか忘れました。トーマの3期が待ち遠しいんだからって。ああね、なんかさ、でもさ今のさ東京リベンジャーズさ、そのさ私単行本読んでるんですけどさ、結構さ賛否両論だよね。なんかすごい、なんかちょっとだいぶ分かれて、なんかコメントみたいなの、口コミでなんていうかな、ああいうのなんか読んでたら結構賛否分かれてて、おーって、見た方がいい、だって、あーこの組長のやつ見た方がいい。いつかお話し会で話しましょうね、だってお待ちしております。晩ご飯は何かな、そんな決めてません。今日はブリ買ってきた。ブリの刺身か、刺身ちょっとね。スパファも気になって漫画最新刊まで読んだ、だって。まあなんて羨ましい。電波悪いね、だって。嘘マジ電波悪い、そんなことあるかな、そんな悪いかな。まあ、でも電波悪いのいつもなんで、そう。そうなんですよね。ブリは照り焼きが美味しいよね。いや、わかる。一番好きだわ。ブリ照りが一番好きだわ、ブリは、マジで。悪くないよ、大丈夫だよ、だって。あ、本当大丈夫？いや、よかった。なんか今コメントあったからね、悪いかなと思って。ちょっとね、
たまにね悪くなるからさ、本当に悪いのかなって思うよね。あるんですよ、もう本当に私のねここマジで電波悪いから本当にマジで電波悪いんですよ。何なんだろうね、特に夜中とかはやばいのよ。本当電波が悪こそ。なんかこっちは普通に配信になってんだけど、なんかそっちで電波が悪すぎてとかめっちゃあるな。気づいたら切れてるとか、なんか気づいたら Wi-Fi が切れちゃってて接続、そう、それで止まってたりとかすることがたまにあるんだよね。刺身に挑戦してみようとかはならないの？だってもう挑戦して何回もしてきた。でももう何回も合わなかったからもう食べない。何回もね挑戦してきたんですよ。それこそ赤身も白身も食べたことあるんですけど、まあでもどっちかっていうとまだ白身の方が食べれた。赤身はねなんかねもう食感がダメだった。そもそもダメだから、なんかタコとかイカは食べれるんですよ。でもねもうお刺身はねって感じ。そのなんていうんだろう、なんかわざわざ高いお金出してまで買いたくはないなと思う。そんなだって火通しちゃうね全部。うんの方がだって美味しいじゃん。だったら私なんか違う、もうちょっと違うものを買う方がいいなーっていうふうに思っちゃうよね。うちも Wi-Fi はたまに止まるようだって。でしょ、そうだよね、 Wi-Fi って止まるよね。なんでなんだろうね。あれすぐのフグの刺身は食べたことない。フグは全部火の通ったものしか食べたことないです。てかもうお刺身が嫌いだから、基本的に何試しても多分お刺身全般ダメなんですよ。だから全部火を通します。フグのしゃぶしゃぶとか好きですけどね。フグ鍋とかフグの唐揚げとかは大好き。そうだから焼き魚とか煮魚はすっごい大好きです。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。そうカニも火を通す、カニも火を通します。カニもね生何回か試したことあるんですよ。なんかそれこそ、まあ、カニとか食べるときとかにさ、まあそのなんかしゃぶしゃぶだったり、例えばしゃぶしゃぶだったとするじゃん、まあ、生ってあるじゃないですか、ね、食べた何回も食べるんですけど、もうほんとちょっと無理。うんちょっと無理ですね。そうちょっと無理でした。やっぱ火を通したりしないと、でもなんか生臭さがそもそももうダメなんですよ私。そうもう生臭い、あれがダメだから、もう基本刺身はダメなんですよ私。何食べたとしてもあの匂いがもうダメだから無理。部活帰り応援しに来たよ。ゆいなちゃん可愛すぎだって。ありがとう。部活してんの？若いんだね。じゃあ10代、部活って10代だよね。ウニもダメだし、ウニ絶対無理。ウニはもうね見るからに無理だから食べようと思わない。絶対無理。あれ多分食感もダメだし匂いも絶対ダメ。あれはもうねだから、なんか牡蠣とかもダメ。ホタテとかは大好きだけど、あれはもう火を通してるホタテじゃないと無理。うんマジで無理。イクラは無理です。イクラ食感がまず嫌い。私プチッと弾けるもの嫌いなんですよ。トマトもそうなんですけど、プチッと弾けるじゃないですか。プチッと弾ける系食べ物あんまり得意じゃなくて、そうトマトもそうですしイクラもそうですし、なんかああいうプチッとした食感がちょっとダメで、なんか急に何かがこううーってくるじゃないですか。あれがねちょっとダメなんですよね。牡蠣は火を通してもダメ。牡蠣は火を通してもダメですね。私はちょっと苦手です。サザエもあ多分無理だと思いますね。うんそうなんかねダメなんだよな。なんかやっぱり刺身系はもう何回試しても無理無理。
伝もあります。うち親が両方とも食べれないんで、遺伝はないか。でももうそもそも食卓に並んでこなかったので、そう食べる習慣がない。だからおばあちゃんの家とかにいた時に、まあ食べらせてもらうんですけど、チャレンジして何回かチャレンジしたことあるんですよ。もう無理でしたね。なんかやっぱ苦手なもん苦手ですね。刺身やっぱダメです。頑張って白身がいけたって感じ。赤身はもうダメだった。白身はね、まあ食べようと思ったら食べれます。でもなんだろう、食べたいとはならないかな。白身の方がこう、赤身の方がさ、なんかこうニュニュニュってするじゃん。白身の方がちょっともうちょっとこういう弾力じゃん。そうだからね、そうなんですよね。ちょっとねこれ伝わるかどうかわかんないんですけど、そうなんですよね。ローストビーフですか。ローストビーフ大好きですよ。ローストビーフ大好きです。美味しいよね。馬刺しですか。馬刺しも無理ですね。カツオのたたき高知行った時食べたことあるんですけど、好きくはなかったかな。得意ではなかったです。ちょっとね、なんだろう、なんかそうなんです。ちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、まあちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいですね。本当に申し訳ないんですけど、申し訳ない気持ちでいっぱいですね。まあでも好きなものを食べましょうって感じですね。食にまでストレスは感じたくないので、もう食こその唯一の幸せなので、食でストレスを感じるってことが一番しんどい。メンバーにそうですあげますね。だからまあでもなかなか刺身、ああそうですね。だからそれこそ愛媛の時に晩ご飯でみんなでなんか食べたんですよ、鯛めしとか。でもあれは炊き込みだったんですけど、その他にもなんかちょっと刺身みたいなのがちょんとついてたんですよ。それはあげましたメンバーに。刺身はそう、メンバー刺身大好きなので、え、いいのみたいな感じでめっちゃやったーって言ってもらってくれました。そう、まあでなんか個別じゃなかったら手はつけないです。なのでなんか大盛りに盛られてこう好きなように取ってくださいとかの場合だったら、あの私はその手はつけません。まあそりゃそうですよね。そりゃそうなんですけど、手はつけない。何かと交換してもらったの、いや、あげるだけあげましたよ。そう、鯛めしも私のとこはその鯛めしがあの炊き込みの方の鯛めしだったんで、そっちの鯛めし、そう食べました。そう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 。で、なんかで空港でメンバーは生の方の鯛めし食べてたんですけど、私食べれないので私だけちょっと違う、肉うどん食べました。そう、私だけ肉うどんを食べました。みんな鯛めし食べたいってて、どの鯛めしだろうと思ってパッて見たら生の方の鯛めしだったんで、あ、これ食べられないやつだ私と思って、ちょっとスタッフさんに、あ、すいません、私生食べれないんでって言って、じゃあちょっと私違うとこで食べますって言って、そうで、なんか一人スタッフさんがなんかあのなんだっけ、あのうどん、自分もうどん食べたいんでって言って、一緒にスタッフさんと二人でうどん食べました。そう、二人でうどん食べた。まあ、この話したんだけどね、愛媛のコンサートの、あの振り返りみたいな話した時に、
そうそうそう。そう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 。そうなんです。なんかスタッフさんがなんか炭水化物抜き生活みたいなのやってて、なんかご飯となんかラーメンを食べないって言ってたんですよ。男のスタッフさんなんですけど、食べないって言ってて、でそれでなんかでなんかうどんも美味しそうだねって言っとったんですよ。それでなんか別に全然行っていいですよみたいな、私一人で食べるんでって言ったけど、なんかいやでもあのご飯抜いてる、ご飯炭水化物ご飯は抜いてるんでって言われて、え、いいんですかってなって、でもうどんは抜くって言ってないんでって言って、そう、それで2人で食べました、うどんうどんを食べました、2人で。まあさすがにさ、一人っていうのもね、空港だったんで、やっぱスタファンの人もさ、多分同じ便の人もいるだろうしっていうので、あのついてきてくださいました。スタッフさん3人いたんですけど、そう、一人ついてきてもらいました。久しぶりにうどん食べましたね、四国で。うどんは食べるんですけど、四国でのうどんはめっちゃ久しぶりだったなーって思いました、個人的に。まあ久しぶりに四国でのうどんだぜと思って。そう、イエーイって思いましたいいですよね、やっぱり。でもわかんない、うーん、でも一応なんかさぬきうどんっていう名前にはなったですけど、なんかもうちょっとコシがあってもよかったかなって思いました。多分茹でる時間が長かったんですよね、うん、なんか若干コシがもうちょっとあった方が美味しかったなっていうふうには思いましたけど、美味しかったですスタッフさんもお弁当頼むの大変だって。え、なんで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 。あ、でも確かになんか劇場とかにたまに、昔とかたまに海鮮丼とか出てくるんですよ。もうそうなったら食べないです。だから食べれないんで、海鮮が食べれないので、食べないか、なんかスタッフさんにちょっと海鮮食べられなくてっておにぎり買ってもらうかで、海鮮丼じゃなかったらその海鮮が乗ってない他のやつだけ食べるとかしてます。そう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 っていう感じですね。ライターで炙るとか、いやライター持ってないし、私喫煙者じゃないからライター持ってないんですよ。うどんの具は何が好きですか。うーん、そうですね、
ちくわの天ぷらか、やっぱお揚げさんですかね。それが、好きですね。ワンちゃんトンビにあげるとか、秋葉にトンビって飛んでんだ。すごいね、秋葉。ちくわ天いいよね。ちくわ天いいよね。わかる、大好き。あと唐揚げもよく食べます。一緒に唐揚げもよく食べます。おいしい。唐揚げって美味しいですよね。唐揚げ嫌いな人って少ないと思うね。唐揚げってほんと美味しいよね。なんかなんであんなに唐揚げってさ美味しいんだろう。いや、私家で揚げ物しないです。油の処理大変ですし、部屋汚れるんで油物は作らないです。家では食べるとしたらもう買うか、そうですね、買うことが多いですね。家では揚げ物はしないです。はい、よし、じゃあちょっとランキング読みたいと思います。そう、油の後処理も大変だし、そうなんです、大変なんですよね、あれ。13位ピングさん、12位ヨッチさん、11位ロバさん、9位ナッティさん、8位ハルタロンさん、間違えた、9位だったわ。8位ワイマツさん、本場の讃岐うどん食べてみたいって、食べてみてマジで美味しいから。7位マックセイトさん、6位ヤンさん、5位オッカヤンさん、4位これ何、アリさんって言うんですか、ユウさん、どっちだろう、どっちですか。3位ユミゴンさん、2位メトロポリスさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとうございます、イエーイ。はい、というわけで今日ゆうさんか、ゆうさんだった、ゆうさんありがとうございます。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。次の配信は19時ですね19時、19時です。なので皆さん1時間半後にお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。